まあ吉やさん、まあ子育てと金稼ぎ、単純比較はできませんので、こういうところ抜き出したらこっちの方が大変だし、こういうところ抜き出したらこっちの方が大変だし、みたいな感じでしょうね。いずれにしても、うん、人は悩みながら、正解がない道を進んでいくしかないと。で、正解を求めようとすると、それは罠にはまるってことなんですよ。正解はないですよ。で、合格もないですしね。全ては自分がどう捉えるかでしかないですし、そしてどう取り組むかってことなんでしょう。 答えのない問題に果敢に取り組んで、そして答えが出た時にそれを自分なりの答えなのか、うまくいかなかったなどうしようっていうふうに、えー、後悔するのか、それも全て自らが行っていくことではないかなと思います。何が正解か。ね。テクニカル理論を FX でやってても正解は全然見つからないんですよ。というのが、まあ100、100%こうなるってことはありえないわけですよね。これ投資に限らずですけども。 で、私があいつも、こうね、アドバイスするのが、テクニカル通りにやったんだけども、ロスカットを食らいましたってことなんですよ。ね、じゃあ、このテクニカルは間違いですか違う。正解だったんだけども、結果は自分の思う通りにならなかったね。そういう時がテクニカルにもあるんですよ。でも、どうですか ?10 回中、4回失敗しても、6回勝てば勝ち越せるじゃないですか。 それをやってるんでしょっていうことなんですよ。引いて言えば、51回勝てば49回の負けってのも、やっぱね、自分の目で見るわけなんですよ。もっともっと言えばですね、FX に限って言えば、99回負けても、1回の勝ちが全てを取り戻すってことは十分あるんですよね。テクニカルを突き詰めていけばね。でも、まず最初の段階では、上がるか下がるかという超反爆地を、6割4割で、 勝つ方に6割っていう風にちょっとだけ自分の力を傾けていきましょうってことなんですよね。人生も同じような感じじゃないですかね。まあまあ良かったかなと思える方にちょっとだけ傾けることぐらいしか私たちはできませんよ。でもそのちょっとの傾けをずっと人生が続く限りやっていくと大きな振り幅になる。だからもしかしたらね、あそこで人生が変わったっていう風に言われたのかもしれません。人生が変わったっていうのは一夜にしてこう変わるわけじゃないんですよ。ちょっと変わるんですよね。 そそれこそ自分でも気づかなないぐらいらちょっとの角度なんでですよ。でもその角度が時を経るに従って同じ角度なのに距離はだいぶ離れていってパラレルワールドを形成するということだと思うんですよですので何もしなければそのままの振れ幅のない人生が続く何かをすれば振れ幅が始まっていくでもその振れ幅がね思わぬ方向に行っちゃうこともありますやったことは正しかったんだけどもでも正解はというかね自分の満足いく答えにはならなかったってことあるんですよ 最後にこういう例えでね、今回の動画は終わろうと思いますけども、正論を言って人を打ち負かす人がいます。こちらの人は、まあ、正論までは言えないけども、感情論にまみれて冷静さを身に失うことがあるんですよ。この人が討論をして、当然正論で勝つ人が出てくるわけですよね。で、最終的に私は正しいことしか言わなかったけれども、何か間違いを言っていましたかっていうふうに聞くんですよ。そうするとね、正論だけ言う その方法が間違っているっているううふうに言われたんですよ。人間には感情があるから時には正論ではなくて感情論でね自分と違う土俵に立つことをしなければ結局口論には勝つけれども現実は自分とは全く違う方向に進んでいくよっていうことらしいですなぜなら現実は感情論で動く人間が大多数を占めて世の中を作ってるからなんですよだから正論が正しいことが常に 正しい行いが正しい結果に結びつくっていうものではないんですよね言ってらっしゃい